はい、こんにちは。今日はステータスのお話をしていきます。社会的地位を高めている人たちの特徴ということで9個ご紹介をしていきます。社会的な地位っていうと、例えば会社にいると出世をしているかどうか、あるいはどれだけの人たちに自分の存在が知られているかっていうことが、まあ、社会的ステータスっていうところになってくるんですけれども、まあ、じゃあステータスがそもそも上がると一体どんないいことがあるの、メリットがあるのっていうお話でいくと、一つは生活がしやすくなりますよね。はい、人の目をこうおどおどおどって気にしなくて済むようになると。それから二つ目が人が集まる、ね、人脈っていうのはライフシフト100年時代なんかの本でもお金と同等、まあ、もしくはそれ以上に大事なことですと。それから3つ目にお金が集まる、4つ目に異性が集まる、まあ、モテるってことですね。それから5つ目に情報が集まると。やっぱり一般の社会人の人よりも芸能人とか、あるいは会社の社長さんとか、学校だったらただの、ね、部員の人たちというよりも部長とか副部長とかに情報が集まりやすかったりとかっていうのはしますよね。じゃあこういったその社会的なステータスを上げていくための要素っていうのは一体何なのかっていうと、今回9つご紹介をしていきます。まず1つ目が正直さっていうところですね。はい、で2つ目に勇気、3つ目にユーモアのセンス、そして4つ目に働き者、5つ目に幅広い知識、そして6つ目に知性、7つ目に優しさ、8つ目にリーダーシップ、そして9つ目に他人のためにどれだけ犠牲を払うことができるか。一つずつちょっと見ていくと、やっぱり嘘つきよりも正直者の方が信頼とか信用っていう意味で人が集まりやすかったりしますよね。それからやっぱりおどおどして何もできないっていう人よりも勇気を持って何かしらの行動力に現れていく人たちの方がやっぱり信頼とか融合だったりとかはしますよね。それから、まあ、3つ目にユーモアのセンス、まあ芸人で例えるとやっぱり笑いのレベルとかセンスの高い人たちのところに人が集まったりとか、あるいはこう売れてテレビに出ていってお金が集まったりとかってあるじゃないですか。はい、それからやっぱり4つ目に働き者、怠け者よりは働き者にいろいろとこう仕事を頼んだりとか、情報をこう集めたりとかしますよね。それから5つ目にやっぱり幅広い知識、これは人と人との付き合いの中で、ある特定の分野の人だけじゃなくていろんなところに、まあ、広く浅くでもいいので、持っている人たちの方がたくさんのコミュニティを持つことができますよと。それから6つ目に知性があると。なので今度は幅広い知識、浅く広くだけじゃなくて特定の分野の人を深掘りしていった時につながっていくと。それから7つ目に優しさ、やっぱり人にこう手を差し伸べてあげられるかどうかっていうところですよね。それから8つ目に俺についてこいっていう強烈なリーダーシップっていうのも大事ですし、そして9つ目には他人のためにどれだけ犠牲を払うことができるかと。だからボランティア精神とかっていうのも大事だっていうお話なんですね。じゃあその一方で逆にステータスを下げてしまう人たち、皆さん半沢直樹ってご覧になってますかね。今から4つ紹介するんですけど、3つはもうまさにもうとある常務とかとある部長とかとある副頭取とかにまさしく当てはまるっていうですね、お話なので、まあ、その3人をイメージしてもらいながら聞いていただけるといいかなと思います。1つ目はですね、他人の成果を盗む人ね。東京中央銀行某常務はですね、部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任っていうセリフがありますけど、まさにそんな感じですよね。はい、逆にそれはステータス下げていきますよ。それから、2つ目に意地悪な人、親会社が子会社の仕事を盗むみたいなことですよね。それから3つ目にケチな人、例えばいつでも割り勘とか、上司と部下 が一緒に飲み会に行って、お会計が1万円だった、じゃあお前5000円な、俺も5000円なとか、もっとケチな人だったら1万282円でしたとかだったら、もう1円単位でもこう割り勘してくる人とかですね、っていうのももうやっぱりダメですと。それから4つ目、これは犯罪は関係ないんですけど、性感染症を広める人っていうことが出てました。はい、他人の性感盗む、意地悪、ケチ、性感染症の人、はい、この4つっていうのは逆に人を遠ざけかけたりとか、お金がなくなったりとか、それから異性にモテないし情報も集まりませんよと。だから結果人に裏切られたりとか離れていったりっていうような、まあ、結末になってるじゃないですか。あれドラマだけの世界じゃなくて現実にも起こりますよっていうことです。ところが、じゃあ今紹介した9つっていうのを全部身につけてないとステータスって上がらないのかっていうと、決してそういうわけではなくて、自分ができそうだなって思うものを
掘り下げていって、その質とかレベルっていうのを上げていくことにぜひ特化していただけたらなというふうに思うんですね。はい、で社会的地位っていうのはその自分の特化しているものに対してどれだけ評価をもらえるかっていうところで出世したりとか、クラスのカーストの中でも上の方にいられるとか、部活のですね、キャプテンとか部長になれるとかっていうところが決まってくる話なので、逆に言うとできないことを無理やりやろうとするとギクシャクしてしまっていって、えなんかあいつ無理してないとか頑張り方間違えてないって言って逆効果になってしまうっていうこともありますので、そこはぜひ注意していただいて、皆さんが自分は人に優しくするのがすごくこう得意だとか、周りから優しいね優しいねって言われるんだったら優しさを伸ばすべきですし、逆に優しいがゆえにリーダーシップガンガン人を引っ張るっていうのが苦手だったらそこを無理やり伸ばす必要はありませんよと。今日紹介した9つの中で皆さんがこれだったら自分ができるとか、これなら人から評価してもらっているっていうものを3つとか4つとか、まあ、何なら1つでもいいですよっていうのをしっかりと伸ばしていくっていうことの方がはるかに大事ですので、9つ無理やり伸ばしていこうというふうにすると逆効果になってしまうので、それはぜひ注意していただけたらというふうに思います。皆さんの9つの中で、得意分野伸ばせる場所一体どこでしょうか、ぜひ探ってみていただけたらと思います。ということで、本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。